ありがとうございます、ここからまたクロックワークイモータリティに戻りますか。私たちの、セカンドアルバムはライブでプレイすることによってさらに魅力を増すように仕上げました。なので今日ここで超満員の中みんなと一緒に歌えることができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今年2019年は、ラブバイツにとってデビュー3年目の年になります。決して長くはない歴史ですが、ヘビーメタルの名のもと、ここまで歩んできました。なのでみんなはもう本当にその同志です。これからも一緒に歩んでってください。よろしくお願いします。Just let me go away. Just let me go away.